崎のマッチョのお兄さん、めちゃくちゃかっこいいですね。いやー、憧れます。この動画見た時に思ったことあります。そのことをちょっと言わされてもらいたいんですけど、その前に皆さんちょっと実験してみましょう。これがケーブルの、バイセプスアームカール。まあ、兄貴が言うのは、このまっすぐ、肘がまっすぐの状態の一般的のアームカールはダメよと。このブラックカールっぽいのやほうが正解だって。もともとこれインスタグラムのおすすめ動画で、自分もちょっとコメントしました。自分自身のアームカールは肘の固定です。肘が動いてなければポジションなんて関係ないと俺は思います。もっとこっちにするんだろう、こっちにするんだろう、後ろにするんだろう、動き出した時に肘が移動してなければ大丈夫だと思います。じゃあなぜここまでシンプルなアームカール、ここまでみんなこだわるかっていうとね、あまり意味ないんですね。自分も含めて体を出来上がってる人は、やっぱり自分で身につけたフォームってあるわけ。さらに、やっぱり SNS で投稿してると、人が気になることを言えなければならない。バズなければならない。やっぱり印象あるような動画を出したい。これはいいんですけど、初心者の皆さんは、やっぱりすぐ自分にしないから、すぐ自分のやってることを収入できなくなっちゃうからね。自分も含めてね、かっこいい体を出来上がった人は、やっぱりみんな収入されてるから、嘘ついてても。体がもう商品、体がもう証明されてるから、嘘ついても、やっぱり、今から自分を目指してバテリックみたいになろうとしてる人はバカみたいに俺の言うことを信じるでしょう。まあお兄さんが言ってることは悪い、間違いという意味じゃなくて、あんまり変わんないんです。後ろから引くだろうか、こっちから引くだろうか、引き出したら肘を固定すれば、この可動域は絶対変わんない。うん、皆さん今から筋トレ人生まだ長い。そしてあちこち情報を集めて、その中でやっぱり自分の組み手というのね、自分の戦い方、自分のやり方をやっぱり出来上がっちゃうわけだから、最初は別に何でも受け取っていいと思いますよ。その中でいやこれはちょっとっていう自分のあるセンスを信じてほしい。やっぱり実験することなんで、聞いてるか聞いてないかはもうどんな人でも分かるから、やって毎日と思うんだったら別にやらなくていいと思いますよ。はい、まあ今回の、人筋トレポイント、こういう、ケーブルでやるアームカール、ダンベルカールもそうですし、バーベルカールもそうですし、肘を固定されてれば絶対効きます。これからも筋トレお互いに頑張りましょう。おーっす。ピース。